日本史で活躍した外国人といえば誰を思い浮かべるでしょうか。あるアンケートでは二人の人物に票が集中しました。第1位は宣教師フランシスコ・ザビエル、そして僅差で2位にランクインしたのがマシュー・ペリーです。黒船来航によって日本に大騒ぎを巻き起こしたという有名人ですが、この人そもそもなんで日本に来たんでしょう。日本を開国させるためでしょと思われた方に質問です。ではなぜペリーは日本を開国させたかったのでしょうか。そこで今回の動画は日本史の重大事件黒船来航について、これまでとは少し違ったペリー側、アメリカ側からの目線で解説します。アメリカの抱えていた事情とペリーの個人的な動機を知ればあなたの教養が深まること間違いありません。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。江戸時代の終わり、大都市江戸は混乱していました。なぜなら黒船がやってきたからです。現れたのは浦賀沖、現在の神奈川県の海上にずらりと並ぶ4隻の軍艦。巨大な大砲が陸地に向けて十数発の空砲を撃ちました。これを目の当たりにした江戸の住人は驚きと恐怖でパニックです。この時代日本は鎖国の真っ只中でした。海外とはほとんど交流をしていなかったのです。それも約200年もの間です。なので日本が、ましてや庶民は海外のことなんてほとんど知りません。そこに突如現れた巨大な軍艦です。想像してみてください。突然宇宙船が降りてきて、強そうな宇宙人が威嚇してきたら、初めはびっくりして大騒ぎとなりますが、しかし危険がなさそうだとわかれば、ちょっと見物に行ってみたくなりませんか。江戸の人たちも同じような感じでした。危険がないとわかると裏側でやじ馬をしていたようです。そうやって観光の対象にもなった黒船、その黒船を率いていたのがペリーという男です。そう、歴史の教科書にも出てくるあの軍服姿のおじさんです。ではこのペリーとはそもそもどんな人物だったのでしょうか。なんとなく偉そうで軍人みたいだと思っている人がほとんどだと思います。その予想は正解で、ペリーはアメリカ海軍のお偉いさんなんです。しかもお偉いさんの中でもトップクラスにあたる艦隊司令官です。この日本への航海は実はペリーたっての希望でもありました。なぜペリーは日本に行きたがっていたのでしょうか。少し彼の事情に踏み込んでみましょう。ペリーは海軍一家に生まれた3人兄弟の末っ子です。中でも次男は優秀で、戦争で大勝利を収めたヒーローでした。兄のように立派な軍人になりたい、そんな思いを胸に海軍で頑張っていたペリー。しかし24歳の時にその尊敬する兄が亡くなってしまいます。兄はこの死をきっかけに一層英雄視され、アメリカの教科書にも載るような偉人になりました。どんどんと遠くへ行ってしまう偉大な兄の存在、ペリーも何か偉業を成し遂げたいという気持ちはありましたが、なかなか戦争では活躍できませんでした。とはいえやることはやっています。蒸気船の建造プロジェクトに成功すると海軍司令官まで出世しました。この時のペリーは50歳を超えているので引退間際です。確かに海軍の中ではすごい人だと言われているけど、教科書に載るほど目立つことはやっていない。ペリーの評価はこれくらいのものでした。なので引退する前になんかすごい仕事がしたい、そんな気持ちがあったのでしょう。そこで目をつけたのが日本を開国させるということでした。これは当時のアメリカで重要度が高まっていた任務なんです。日本はアメリカにとって重要な位置にありました。まずクジラ漁の補給基地として理想的です。アメリカでは燃料としてクジラから取れる油が注目を集めていたからです。クジラ漁が盛んだったのはオホーツク海。オホーツク海は北海道のすぐ北東なので、ほど近い日本の港によって補給ができるとクジラ漁船は大助かりだったのです。さらに太平洋を横断する際の補給基地としても好立地でした。ではなぜわざわざ太平洋を渡る必要があったのでしょうか。これにはアメリカとイギリスのライバル関係が絡んできます。かつてイギリスの支配下にあったアメリカは戦争でイギリスを破って、それで独立しました。晴れて自由の身となったアメリカは
ここぞとばかりに独自の経済発展を目指します。しかしここで問題が発生します。元支配者のイギリスが今度は貿易のライバルとして立ちはだかったのです。アメリカは新しくできたばかりの国なので、すでに貿易で独占的な立場にいるイギリスとの競争は不利でした。そこでアメリカはまだ貿易のできるチャンスのあるアジアの大国に目をつけたのです。それが今の中国にあたる清です。清は人口4億人を抱える巨大市場。なので清との貿易で成功すればアメリカの挽回も夢ではありません。アメリカは考えました。どうすれば清とスムーズなやり取りができるだろうかと。そこで最初に考えたのが東回りで清まで行くというルートです。アフリカ、インド、そして東南アジアを通るという道筋です。ですが、このルートはあまりうまくいきません。貿易を始めたは良いものの、どうにも距離が遠くてコストがかさんでしまったのです。そこで次に考えたのが西回りのルートです。つまり、太平洋を渡ったら近道なんじゃないのかと考えたのです。とは言っても、太平洋を通るのは簡単なことではありません。広い太平洋を横断するには食料や燃料が必要です。しかも病気や怪我をする船員もいるので船の休憩所が欲しいところです。そんな問題に直面している時です。清への寄り道としてちょうどいい場所を見つけました。それこそが日本だったんです。貿易でイギリスに対抗するため何としても日本を開国させたいアメリカ。対するは外国との接触を拒絶し、かたくなに国を閉ざす日本。合わせて、日本を開国させて歴史に名を残すんだというペリー個人の思惑。こうして日本開国計画が進んでいくのです。ところで、ペリーは日本に2回来航しています。それはつまり、1回目は成功しなかったということです。その理由は、日本がなかなか開国に応じなかったためなのですが、そもそもなんで日本は鎖国をしていたのでしょうか。ここで日本の内情にも踏み込んでいきましょう。まず、あなたがイメージする鎖国とはどのようなものでしょうか。とにかく海外との交流を断ってずっと閉じこもっていたくらいの理解が一般的かもしれません。実は鎖国とはただ国を閉ざしたのではなく、日本の宗教問題を解決する政策でもあったのです。これがどういうことか見ていきましょう。戦国時代、日本は浄土真宗の一派、一向宗との宗教戦争でかなり苦しみました。これを一向一揆と言います。戦争によって武士も一向宗側もおびただしい数の死者が出ました。織田信長をはじめ、その後の豊臣秀吉や徳川家康も一向一揆を通じて宗教戦争という厄介さを感じていたのです。そこに海外からやってきたのがキリスト教です。初めの頃はキリスト教を保護して布教を許していました。ですが、秀吉の頃にトラブルが相次いで対立することになります。キリスト教が危険視されるようになったのはそれからです。江戸時代に入ってもキリスト教は幕府の言うことを聞きませんでした。当然幕府は怒り、ついにはキリスト教を禁止してしまいます。しかし、キリスト教徒はいなくなりませんでした。なんと、西洋人を通じてキリスト教が入り込んでいたのです。入り込んでいるだけならまだしも、彼らは何度も事件を起こしています。もう外国人自体を制限しよう。そうやって最後の手段として考えられたのが鎖国だったわけです。幕府はもう日本に入ってこないでくれ。と港を閉じました。とはいえ 100% 引きこもりだったわけではありません。一部の港を開放してアジアとの貿易は続けていましたし、西洋の中でもオランダだけは長崎への来航を許可しています。オランダはキリスト教国ですが、カトリックほど布教に熱心ではないプロテスタントが主流です。しかも他のプロテスタントの国に比べて小さな国なので、力の差で日本が不利になるという心配もありません。なので、鎖国をしていたから海外の情報なんてほとんど入ってこなかったんじゃないのという考えは実は違うということです。幕府はオランダとの貿易を通じてしっかりと西洋の情報を仕入れていました。だから、ものすごく時代遅れになるということにはならなかったんです。また、鎖国をやる意味は
単にキリスト教を入れないようにするというだけではありませんでした。日本は島国です。つまり外国人からするとどこからでも上陸し放題ということです。でもそんなことをされたらあちこちから外国船が来航して手が回らなくなってしまいますよね。そこで貿易を長崎の出島に限定する。これで外国人とのやり取りをコントロールするという狙いもあったのです。こうして西洋とのやり取りは幕府が管理し、キリスト教を日本に入れない鎖国体制が作られたのです。ではペリー来航後の幕府の対応を追っていきましょう。とにかく強引なペリーですが、目的はアメリカ大統領からの信書、要するにお手紙を渡すということでした。その要件はアメリカとまた交流を始めましょう、そのための使いを出すからよろしくというもので、案外穏やかな内容に思えます。しかしそれを渡すためにペリーが取ったやり方というのは到底穏やかとは言えません。ペリーがあえて船を進めたのは裏側です。先ほどお話ししましたが、日本で唯一開いていた港は長崎です。それを最初から拒否しています。なら裏側はどんなところかというと、鎖国とはいえ船で近づくだけならギリギリ問題ないという場所です。それでも江戸からは近い港です。つまりいきなり幕府の近くに突撃して威嚇しようという狙いがあったんです。でも幕府はオランダを通じてペリーの来航を実は察知していました。なのでここまでは予想通りだったのです。幕府はとりあえずいつものように帰ってもらおうと引き延ばし作戦を始めます。これは海外の使者にはあえて身分の低い役人を選び、交渉を引き延ばしてうやむやにするというものです。早速下っ端の役人が責任者のふりをして出向き、ペリーに長崎に行ってくれませんかとお願いします。しかしそんな言葉を黙って受け入れるようなペリーではありません。戦争をちらつかせてひたすら脅し続けたのです。これにとうとう耐えきれなくなった幕府、そしてペリーに上陸を許可します。徹底した脅迫姿勢を貫いたペリーの粘り勝ちと言えるでしょう。こうしてペリーはやっと現れた本物の責任者に信書を渡しました。責任者としてはこれで何とか引き下がってほしいところなので、今将軍が病気で寝込んでいるんですよ、大変申し訳ないんですが、幕府としましては1年ほど猶予をいただきたいんですねと伝えました。ペリーはこの返答に対してひとまずは十分と判断しました。この要望を受け入れ、1度目の来航は無事に終わります。今回の要件は何とか済んだわけですが、さすがは脅しのペリー、そのまま行儀よく引き上げたりはしません。ちょっと寄り道をしようかと外国船立ち入り禁止の江戸湾に軍艦で乗り込み、幕府を威嚇してから去っていったのです。ペリーが去り、時間稼ぎができた日本です。軍備を強化したり、広く意見を募って対応を協議したりと、次のペリーの来航に向けて準備を進める必要がありました。江戸湾に現在のお台場と呼ばれる砲台を建設したのもこの頃です。ですが今後日本はどうするべきなのかという肝心の方針がなかなか決まりません。議論がニッチもサッチもいかなくなっていた時です。予想外の事態が起こりました。黒船来航からそのわずか半年後、ペリーが再び浦賀にやってきたのです。しかも今度は9隻の戦艦を率いてです。船の数が増えているのは前回よりも圧力を強める意図があったからでしょう。ではペリーが約束の期限より早くやってきたのはなぜでしょうか。もちろんこれにも理由があります。ペリーが去った後に日本ではいくつかの事件が起こりました。まずペリー来航の10日後、病気だった将軍徳川家慶がこの世を去ります。次の将軍候補も病弱で指揮が取れず、日本はリーダー不在に陥りました。かたやペリーはこの混乱をむしろチャンスと捉えます。さらにその1ヶ月後になると、今度はロシアが日本に来航しました。これもまた開国の交渉を持ちかけてのことです。ペリーとしてはロシアに先を越されるわけにはいきません。なので予定を早めてやってきたというわけです。またアメリカ本土では政権交代が起こりました。そこで今までペリーを支持していた政治家が力を失い、むしろペリーはやりすぎだとの批判が強まってきました。
これでは急がないと任務を外されてしまいます。そのためさっさと開国させてしまおうという考えがあったことでしょう。そんな中で日本はといえば軍備も意思決定も間に合わず混乱の最中です。とにかく戦わないようにという方針で対応しますが、相変わらず強硬姿勢のペリーに押され、ついには開国を決断してしまいました。この時に結ばれたのが日米和親条約です。その内容を簡単にまとめると次のようなものになります。日本とアメリカは国交を結び、函館と下田の港を開いてアメリカ船に燃料や食料などを提供すること、もし日本の近くでアメリカ船が難破したら日本に助けてほしいということ、そしてアメリカに最恵国待遇を与えること、この内容はアメリカの目的からするとパーフェクトな条件です。では初めの話を思い出してみましょう。アメリカが日本を開国させたかった理由はクジラ漁と清との貿易で船の補給をするためでした。北海道の函館と太平洋に面した伊豆半島の下田はまさに条件にぴったりの場所です。そして最恵国待遇ですが、これは日本が他の国と条約を結んだらアメリカが一番有利になるよう取り計らうという意味です。例えば電気屋さんなどでよその店の商品が自分の店より安かったら同じくらい安くするなどの宣伝文句がありますが、これと似たようなものです。一度結んでおけばあとは勝手に条件が有利なものに更新されるので、アメリカにとって非常に都合がいい条件です。しかも日本が一方的にアメリカを優遇するというものなので、日本に何のメリットもない不平等な条約でした。任務を終えたペリーは平和に帰っていきましたが、日本の試練は続きます。日本開国という大ニュースはたちまち世界に知れ渡り、それならうちもと考えたイギリス、ロシア、オランダが次々に押しかけました。結局日本はアメリカを皮切りに計4カ国と同じような不平等条約を結ぶことになります。幕府は外国の要求をほとんど抵抗なく受け入れたので戦いを避けることはできました。しかしそのせいで幕府の評判はガタ落ちとなり、外国に抗えないような幕府は倒してしまおうという運動が加速します。こうして日本は幕末の動乱に突入し、260年間続いた江戸時代が終わったのです。そして明治の新時代を迎えることになります。若き頃、兄に憧れ名声を求めたペリー。彼が最後に成し遂げた大仕事は、今も日本史で語り継がれる出来事になったのでした。さて、大人の学び直し TV には他にもあなたの教養を深める動画があるので、ぜひもう一本見ていってください。というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。